岸田総理大臣は北朝鮮による拉致被害者の曽我ひとみさんと面会し、金正恩総書記と直接向き合う決意を伝えました。曽我さんが総理官邸を訪れたのはおよそ5年ぶりです。今は私91歳になります。45年も母と会うことができないということは本当に理不尽で心が痛みます。日朝のトップ会談を一日も早く実現させて、全員取り戻してご家族のもとで楽しい生活ができるようにしていただきたいと。曽我美代さんをはじめ、今なお多くの方々のご帰国が実現していないということ、これは痛恨の極みであり、政府としてこれは重く受け止めているところであります。私自身が先頭に立って、そして政府を挙げて取り組んでいかなければならないと。2002年に北朝鮮から帰国した曽我さんは、早期に日朝首脳会談を実現させ、母・美代さんをはじめとするすべての拉致被害者の帰国を求める要望書を手渡しました。岸田総理は、自身直轄のハイレベル協議を行い、日朝首脳会談を実現させる決意などを伝えました。